ブランドン・ダグラス・モスは、アメリカ合衆国ジョージア州ウォルトン郡モンロー出身のプロ野球選手、右ト左ヒだ。現在は、フリーエージェント。愛称は、モスドッグ。2002年の MLB ドラフトで、ボストン・レッドソックスから8巡目で指名され、プロ入り。それまでは、投手兼二類種としてプレイしていたが、内野手として入団した。2003年に二類種から右翼種に転向された。 2006年には AA 級ポートランドシードックスで133試合に出場し、打率285.12本塁打83打点を記録。2007年はトリプル A 級ポータケットレッドソックスでプレーしていたが、響き休暇でチームを離れたエリック・ヒンスキーに代わって8月6日にメジャー初昇格。同日のロサンゼルス・エンゼルス・オブ・アナハイム戦で、 4回裏から、マニーラミレスに代わって、左翼種の守備に入り、メジャーデビュー。8月10日にヒンスキーの復帰によりトリプル A 級、ポータケットに降格するが、その後は、最昇格を見通して、右翼種以外にも左翼種、中堅種、一類種として出場した。ロースターが40人に拡大された9月1日に、メジャー最昇格。レッドソックスの外野人は、マニーラミレス。 J.D. ドリュー、ココクリスプ、ジャコビー・エルズベリーらがいたため層が厚く、出場のチャンスに恵まれない中で15試合に出場し、打率280を記録した。2008年3月25日、東京ドームで行われた、オークランドアスレチックスとのメジャー開幕戦では、6番右翼手でスタメン出場。六回表にタイムリーヒットを打って、アスレチックスの先発ジョー・ブラントンを、 マウンドから引きずり下ろし、1点を追う球界表には、抑えのヒューストンストリートから、自身メジャー初本塁打となる、騎士改正の同点本塁打を打つ活躍を見せ、レッドソックスの開幕戦の勝利に大きく貢献した。2008年シーズン中、トレード期限となった7月31日に、マニーラミレス、ジェイソン・ベイを軸とした、ロサンゼルス・ドジャース、 ピッツバーグパイレーツそしてレッドソックスの3、球団による三角トレードが成立し、クレイグ・ハンセンと共にピッツバーグパイレーツへ移籍し、米の代わりの外野手として起用される。2009年は開幕戦スタメンこそ勝ち取るものの、ギャレット・ジョーンズ、デルウィン・ヤングの対等もあり、ピンチヒッターとしての起用が多くなる。2010年はスプリングトレーニングから不振のため、ほとんどをマイナーで過ごす。 2011年にフィラデルフィア・フィリーズとマイナー契約。9月に昇格するが、出場は、ほとんどなく、シーズン終了後に、FA となった。2011年12月1日に、オークランドアスレチックスとマイナー契約を結んだ。2012年6月6日に昇格し、昇格後9試合で4試合連続を含む6、本塁打を放ち不審にあえぐ打線のカンフル材となった。 結局、シーズン通して一塁手として、クリス・カーターとのプラトーン起用されながら二百六十五打数で、チーム三位の二十一 h r オプス五十四とチームの地区優勝に大きく貢献した。二千十三年は、一塁内心右翼のレギュラーに定着し、百四十五試合に出場。自身初の三十本塁打、八十打点のラインをクリアし、大砲として、 チームに貢献した。30本塁打はアリーグ8位体の数字だった。守備成績は1塁でも、右翼でもかんばしくなく、1塁は111試合で7、失策、守備率、990DRS から12、右翼は27試合で1失策、守備率、978DRS4 という内容だった。2014年1月17日に、 アスレチックスと410万ドルの1年契約に合意した。この年は自身初めて MLB オールスターに選出された。レギュラーシーズンの成績を前年をわずかに更新する自己ベストの147試合に出場。2年連続で打率を落として234だったが25本塁打を放って81打点を叩き出し3年連続に0本2年連続 80打点のラインをクリアした。喫した三振153は自己アーストを更新してしまった。守備では2013年以上にプラト音声が強くなり、67試合で一塁、56試合で左翼、34試合で右翼を守った。一塁では5失策、守備率、990DRS4 と相変わらず良くない内容だったが、 左翼ではプラスマイナス0、右翼では6の DRS を記録し、外野守備では検討した。2014年12月8日に、ジョーイ・ウェンドルとのトレードでクリーブランド・インディアンスへ移籍した。2015年1月16日に球団と年俸調停を回避し1年総額650万ドルで契約を結んだ。ここでは、 右翼手のレギュラー格として起用され、移籍するまでに94試合に出場。持ち前のパワーを発揮して17二塁打、15本塁打と長打を量産したが、打率、217.106三振とミート面では、かんばしくなかった。右翼手の守備は79試合で守りにつき、4失策、守備率、975DRS から3という成績で安定感を欠いた。 また、10試合で1塁手も守った。2015年7月30日に、ロブカミンスキーとのトレードで、セントルイスカージナルスへ移籍した。加入後は51試合に出場し、打率は移籍前より上昇して、250だったが、4本塁打、8打点というもの足りない数字に終わった。カージナルスでは主に1塁を守り、無失策で、 DRS プラス1という堅実な成績をマークした。外野では右翼子よりも左翼子を多く守った。なお、インディアンス時代との通算では145試合の出場で打率226.19本塁打58打点という成績で3年連続で続けていた20本塁打以上が途切れた。2016年は128試合に出場すると4年ぶりに 規定打席に届かなかったが、打率。225.28本塁打、67打点、1盗塁という成績で、自身2番目に多い28本塁打をマーク。オフの11月3日に、FA となった。2017年2月1日に2年総額1200万ドルで、カンザスシティロイヤルズと契約した。この年は118試合に出場して打率。 207.22本塁打、50打点、2投塁の成績を残した。2018年1月29日に、ジェシー・ハン、ヒース・フィルメアートのトレードで、ライアン・バクターと共に、アスレチックスへ移籍した。3月4日に、ハイロレイバートの加入に伴い、ディエフェとなり、6日に自由契約となった。速球を得意とする、パワーヒッターであり、2012年から3年連続で、 20本類代以上を放っている。一方で三振が多く、同期間中は出場試合数とほぼ同数の三振を喫している。守備能力はあまり高くないため、一類種、左翼種、右翼種で起用される。ありがとうございます。